東京にいるとどうしてもなんかそれなりに人の目を気にしちゃって、役者であるっていうこととか、変な話芸能人って言われる人だっていう認識で、別にこっちの人たちともう僕のこと見てないので、だから普通にしてられる。2020年にスキャンダルが報じられてから、ほとんどテレビカメラの前に立たなくなった俳優東出昌大さん、35歳。今回めざまし8は現在の暮らしぶりにテレビ初密着。険しい雪山の道もない斜面へと分け入り、鹿の足、2日間にわたって鹿を追います。今や漁師としての顔も持つ東出さん、およそ1年半前に都会を離れ、人里離れた山での生活を始めたわけとは。飲食店に入っても、あの人こっち見てるけど記者なんじゃないかとか疑心暗鬼になったり、結構急勾配ですね。めざまし8が東出さんの元へと向かったのは今年1月。車1台がやっと通れるだけの道を行くと、あれ木が倒木してる。どかします？これはどかした方がいいですね。目の前に倒木が。スタッフが手で端に寄せて先に進むと、東出さんの住まいがありました。こんにちは。こんにちは。どうもはじめまして。はじめまして。になります。よろしくお願いします。東出です。よろしくお願いします。なんか今日連れ分けていただいてありがとうございます。いえ、とんでもないです。とんでもないです。こんなところで。まあまあ、どうぞどうぞ。はい、あの、火があるので、はい、暖かいところで。失礼します。お邪魔します。すいません。生活感がすごいんですけど。案内されたのは居住スペース。今年になって新たに飼い始めた愛犬のしーちゃんと暮らしています。こちらが普段生活されている。そうです、リビングです。リビング？半分屋外なので。東出さんがリビングと呼ぶ場所は家の軒下。所有者の許可を得てシートで囲い、部屋として使っているといいます。冬は寒すぎるので風よけに、なんか事件現場みたいになっちゃって。この日の気温はマイナス3度。お茶を飲んだ東出さんですが、凍ってた。住まいに電気は通っているものの、暖房器具はありません。ガスっていうのはないっす。これが調理器具というかガス台というか、この薪で煮炊きしてるので。普段そのため芝刈りが日々の日課。燃料も全部自分で調達されるんですよ。そうです。ただ雨降りそうだなとかなると、これを2往復とか先に取っといて、乾燥した状態のものを。天候に結構左右されるので1日が。薪割りは数時間にわたって斧を振るい続けることもあるそうですが、腕バキバキになりません？いや、もう慣れました。なんか力がそんなに必要じゃなくなるんです。
慣れてくると。水は山の沢から引いているため水道代もかかりません。生活費マジかからんですね。全部で2万円とか2万5000円とかじゃないかな。月水道代かかんないしガス代もないし。東出さんは自給自足の生活を目指していました。どうですか、不便ですか？いや楽しいです。楽しい生活だからな。住まいの裏手には自ら耕したという畑。夏野菜秋野菜が全部終わって春前になったら耕運期で全部土地掘り返してまた春野菜植えようと思って。その前までは何を主に育ててらっしゃったんですか？トマト、ナス、キュウリ、インゲン、万願寺唐辛子、シシト、ハツカ大根、あと大豆。いやかなり食べれました。でもまだ1年目なのでまだまだ下手くそでした。棚には自分で作ったというさまざまな保存食が。梅干し食べれますか？食べれます。すいません、いただきます。うん、全然辛くないっていうか、美味しい。うん、甘いですね。ありがとうございます。柿のシーズンだったら干し柿作るし、桃のシーズンだったらジャム作るし、梅干しのシーズンだったら梅作る。冷凍庫に入っていたのはこれ、蜂の子。蜂の子、スズメバチ。うん、どうしたんですか？これは取ってきた蜂の駆除業者からもらった、食べます？あ、大丈夫です。うっそ、食べますの流れじゃん。おい、テレビマン。うっそだ。なんか普通に油でいってプチプチ食べるんですけど、すごいうまいですよ。あと、すごい気になってるのが、このお肉。うん、骨がトントンちゃうんですけど、これは鹿です。後で犬のご飯になる。で、こっちはイノシシの前足です。実は東出さんは5年前に狩猟免許を取得。自ら山で獲物を狩り、解体、調理に至るまで全て自らの手で行っています。お肉を買うってことが普段ないんですか？あ、もうないです。1年以上買ってないですね、お肉は。狩猟以外だとロードキルって言って道で引かれてる子とかも食べます。例えばどんな動物が？でもタヌキ、キツネ、ハクビシンですね。ロードキルは休霊されてないし血抜きもされてないからやっぱり美味しくなかったりするけど、でも保健所の人が持ってって焼却処分よりもいいかなと思って。午後7時。夕食の時間です。1、2、3、4、5、6。もしかしてスタッフの分も作ってくれても？もちろん。そんなまあみんなで食った方が楽しいっていう。米は昔ながらの釜で炊くのが東出さんのこだわり。そして鍋の中には狩猟で仕留めたイノシシの腸や心臓などを使ったもつ煮。いただきます。めっちゃうまい。豚とか牛より癖がないです。
上品、なんか竹だけしそうな、なんかワイルドそうな味しそうじゃないですか、臭そうみたいな、全くない。うん。さらにイノシシのロース肉の焼肉。めっちゃ肉食ってるって感じです。食べるばかり、力がみなぎるぐらい肉です。うまい。日々自らの手で買った肉を食べている東出さん、どのようにして獲物を取っているのでしょうか。目覚まし8は2日間にわたる雪山での狩猟に同行。続きは後編でご紹介します。